15分がいっぱいいっぱいなんで、ちょっと15分だけになります。明日も朝めっちゃ早い。もう明日からまた朝6時起きとかなんですよ私。はあ、頑張ります。今日がだから久しぶりに、めっちゃ寝ました。8時間ぐらい寝たかな。8時間ギリ寝てないかなぐらいかな。何回も起きたんですけど、でも何回も寝てやりました。そう、明日からの仕事がね、何時に終わるか分かんないんですよね。なんかもう終わり次第って感じだから、終わらないと終わらないみたいなって感じだから、何時に終わるかっていうのが分かんなくて、ワンチャンショールームね、なんかね、いつとか本当分かんない。でも多分夜だと思う。朝から仕事してもう終わるのは夜だから、夜とかしかないかな。私もこの後ね、もう行かないといけないんで、でも今日はちょっとゆっくりできたなと思って、もう久しぶりや、こんな半日午前中家におるなんて今までなさすぎて、もう嬉しすぎる。嬉しすぎる。いやでも本当は一日休みが欲しいけど、まあでも半日休めたからいっかと思って。でもね、こんなわーって喜んでられないんですよ私。次の仕事がまた待ってる一日、マジフル一日。それ終わったらお健康、その仕事が全部終わったらお稽古にやっと参加できるんですけど、お稽古に参加するにあたってこういろいろと覚えないといけないじゃないですか。歌とダンスと、もうね、全曲ね、みんなはね振り入れもしてるんですよ。なんなら稽古やってるし、やってないので、もうやばい、待って、私何人と 3days だから3日間台本に触ってないんですよ。そう、もうなんか武道館がいっぱいいっぱいすぎて、もう終わってさ武道館の復習して寝るじゃんみたいなことしてたから、台本に一切触ってなくて、そうやばいなと思ってて、私その前の犬猫の時もなんか2日ぶりとかになんか稽古やったんですよ。投資みたいなやった時はめちゃくちゃふわふわしてて、自分的にも。でももう私が稽古参加する時にはもう1週間切ってるので、投資はもう 100% やってるし、本番通りに多分やるんですよ。私まだ1回しか稽古したことない場所のシーンとかめっちゃあるんですけど、これね大丈夫かな、出はけとかさ、どこで入りとかさ、だいぶやばい。ダンスまだ起こしてないし、歌覚えてないしまだ。でもね、明日からの仕事もフルタイム1日だからさ、もうできるとしたら本当にその仕事が1日終わってからの夜しかないんですよね。いやこれどこで起こそうかなと思ってて、いやもうそしたらもうね睡眠削ってやるしかないんですけど、とりあえずもう今は本当に頑張り時だなと思って思ってます。とりあえず武道館終わったんで、もうとりあえず台本を頑張りたいな、台本頑張りたいなっていうか、台本とりあえず覚えます。やばい、あーやばいな、マジで。ねえ、でも昨日の武道館3日間ね、ありがとうございました。本当にどうでしたかね。私今回あの武道館めっちゃ端っこばっかだったんで、多分端っこだったファンの人とかは結構ねレス遅れて、あの2階席とかのさ端っこの人とかさ、私一番ウィングの端だったから結構近くて、そこにいたファンの人とかにね結構レッスン遅れたりとか、あとその端のアリーナの人たちとかは結構何人かね私のファンの人見つけて、でもねちょっと残念だったのが、その B ステっていうか中央ステージ、センターステージのとこにいたファンの方がいたんですよ、この 3days の期間にね。
なんかその人たちはさ、私全然さ本捨てとかさ、まあ本捨てじゃないわ、センターステージとかさ1回とかしか行かないからさ、基本あそこ選抜さんがずっと踊ってるからさ、少数曲のさ選抜曲の時に1回ぐらいしか行けないかったから、なんかあその全然なんか見られなくて、あー残念ってちょっとなったんですけど、そうでも本当に今回端っこえくっつり切れて買えなかった、そうなの、残念、ピエン、そうでも今回ほとんどみんな売り切れてそうだね、あんまなかったのか何をとか分かんないけど、てか生産あんまされてないやつかもね、そうそもそもに、ねえそうなんだ、まあ、今回はなんかその映像で見てた人たち、配信か見てた人たちがこうどんな感じで映ってるのか私たち知らないからあれなんですけど、結構ね実はね私たちも出てたんですよ、この真ん中でさ選抜さんが踊ってる橋の花道と大上とで実は結構踊ってて、多分あんまりあのね基本選抜さんとかしか抜かれてなかったからか、もし分かんないかもしれないんだけど、あの足とかがね多分映ってたと思うんですよ、その台上の足とかね、ね踊ってたんです、だから結構ね今回多くて曲で初めてねアイドルなんかじゃなかったら踊りました、だから私ね振り入れに参加できなくて舞台の稽古で、で劇場でもアイドルやってないじゃないですか、チーム4って早く千秋楽を迎えちゃったから、だから私地起こし頑張ったんですよアイドル、そう地起こし頑張って通しリハ参加して、でなんか通しリハ1回目の通しリハが終わった後になんか歩行でその本当の振りを作ったダンスの先生じゃなくて違う先生が覚えてくれて、こちらに起こし入れてくれたやつに参加したんですけど、マジ地起こししましたよ、頑張った、ドゥドゥギターと伝えて、ドゥドゥンでも私これができないんです、こう見てなんかめっちゃさ分かる、出てんのここなんかほらこうなってんの指こうじゃないとできないんで横にね本当はこうなりたいんだけど、なんかこうなっちゃうんだよね全て捨てた、むずいよね多分今回のダンスさ、みんながむずいのアイソレとこれじゃないやっぱり、でも意外にサビも難かった、アイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられる、難節のさどうやって隠せばいい、もう全てを捨てたっていいと、あと少し勇気があるステージ飛び降りてってってやつの中になれた、うまくはないけどできる一応アイソレで苦戦はしたことないんだけど、うん、うちはどっちかって言ったらアイドルなんかじゃなければのさこの取り方が難かった、あと普通の子になでここのここが難しかったかな自分的には、うん結構覚えるの大変だったな、なんか自分で起こしたから余計に全然覚えられなくて苦戦したわ、結構苦戦した、
そう、昨日のね武道館 3days 目の3日目新衣装だったんですよ。オープニングピンクっぽい紫っぽいちょっとビビッドみたいな色のやつで、で非選抜にもみんな衣装くれて、そう選抜さんがこうジャケットとかピアスとかチェーンとかいっぱいついてて、まあ、うちらはもっとシンプルなあのワンピースみたいな形のやつだったんですけど、でもなんか髪飾りもみんななんかこうフィッティングの時にねわざわざしのぶさんが来てくださって、でなんかそうもうちょっとスカートだけもっとめちゃめちゃ短くて私ちょっと足したりとかか、なんか髪型何にするのって言われて、ポニーかハーフアップにしようと思ってますって言ったら、いや私はハーフアップ推しだなってなって、でなんかデカリボンがいいんじゃないかなって言われて、そのこう前から見た時にこう耳みたいに見えるって言ったらいいのかな、あの今日かなツイッターに私あげたんだけど写真を、なんかあんな感じで、そうああいうのがいいんじゃないって言って、私めっちゃデカリボン好きでさ、よく握手会とかさお話し会でもさよくハーフアップしてリボンつけてるじゃないですか。だからそうで本番の時に髪飾り見たら激カワで、前から見たらちゃんと見えるんですよねリボンが。それがマジ最上級に可愛かったな。こういう大きいリボンなんです。めっちゃでかいでしょ。でこの頭の旗から出てるやつが出てるよっていう、ちょっと何言ってるのか分かんないけど、こんな感じで出てんのね頭の旗からね。これめっちゃ可愛い。そうでね、なんか珍しくさ、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと可愛いやの形だったんだよ私。もうこれはツイッター見てくれそうの形だったんだよね。リボンだったしプリティーな感じで珍しいですねって言ったんですよ。そしたらなんかあの衣装さんの一人がね、でも仰天さんはなんかどっちでも似合う感じしますよって言われて、しかも私今回靴いろんな靴があったんだけど編み上げブーティーでした。なんかハートのついたパンプスっぽい人もいれば、ショートブーツでもちょっとかっこいいショートブーツとか、あとハートがついたショートブーツとか、なんかそういう感じのねいろんなねタイプがあったんですよ今回。そうゆいゆいの帽子にさ「ゆい」って書いてたのめっちゃ可愛くなかった、あれめっちゃキャワウィーと思ってさ、そうめっちゃ可愛かった。衣装さんたちが「いやいや可愛いよ可愛いよ」っていっぱい言ってた。しかもさこれさ記事によく見たらね AKB48 って入ってんの、すごくない？これやばいよね。なんか髪飾りもほんとみんなね違くて、なんかいろんな髪飾りがあってさ、なんかセリちゃんこのハーフツイン用でさシャララーンって出てたりとかさ、あやねもカチューシャでさここからシャララーンって出てんのめっちゃ可愛かったあれ。なんかベレー帽の人がいたりとか、なんかリボンも細長いリボンの人がいたり、あとこういう形じゃないちょっと大きめのリボン、ひーちゃんがそうだったかな、ひーちゃんとかこうちょっとリボンが重なってる系のリボンみたいなリボンリボン言い過ぎやけどみたいなねとかがあってね、すごかったんよね。髪飾り可愛かった。あ、15分経った。じゃあ私もそれぼちぼちぼち家を出ないといけないので終了にしたいと思います。じゃあランキング読みます。13ニューネームさん、12ザク1973さん、今日も頑張ってねだってありがとう。11マックセイトさん、10ヤキヒコさん、9シガーさん、武道館から帰って朝から仕事中3日間お疲れ様ありがとう本当に頑張って。8位近いしーさん、7位しんどさん、武道館3日間お疲れ様でしたありがとう頑張りました。6位カズさん、5位春太郎さん、武道館行ってないのに壇上
壇上に上がってしまった、だって。4位サーマサさん、3位ワイマツさん、ウィンクの銃弾懐かしかった。そうなんです、ウィンクの銃弾 MT 公演で私が初めてアンダーさせていただいた時にあの披露してた曲で、それをなんかできてめちゃくちゃエモかったです。あれ、私ウィンクの銃弾のさ衣装のやつツイッターにあげたよね、よかったらいいねしてください。2位ひでゆきさん、世界一頑張ってるりなちゃん、誰よりも偉い、ありがとう、頑張ります。そして今日の第一位はメトロポリスさんです、ありがとうございます。というわけで、あのね、武道館のさ上げた写真さ、珍しくめっちゃいいね伸びてて超嬉しいんだが、ゆりなちゃん、そうめっちゃ嬉しいよ。なんかキャパシティのさやつと彼女の衣装がめっちゃね、いいねが伸びててびっくりしちゃった。ぜひ新衣装とウィンクの銃弾の衣装もいいねいっぱいしてください、よろしくお願いします。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また、明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。